アフマドティビ、アフマドティビは、イスラエルの政治家、タール党首、アラブ系イスラエル人、1958年12月19日に、大米で生まれる、ヘブライ大学で医学を学んだ。1999年に、クネセト議員に初当選する前、ティビは、パレスチナ自治政府のヤーセルアラファート議長の政治的なアドバイザーを数年務めた。一部の右翼的な、 ユダヤ系イスラエル人政治家は、ティビがパレスチナ自治政府を支援しているとして、議員への立候補資格を剥奪させようと運動を起こした。しかし、ティビは法廷闘争に臨み、最終的に、イスラエル最高裁判所は、ティビに味方し、立候補資格を剥奪されることはなかった。また、ガザ紛争の影響で、中央戦艦が2009年1月にティビの、 選挙資格を剥奪したが、ティビは、イスラエルは人種差別の国か。我々は、こういった争いには慣れているので必ず勝つと発言し、イスラエル最高裁へ告訴も辞さない構えを見せた。1月21日、最高裁は賛成多数により、委員会の決定を覆した。ィビは、この決定を歓迎し、我々はファシズムに打ち勝ったのだ。闘争は終わったが、人種差別が、 イスラエルの流行である以上、戦いはまだ終わらない。最高裁の決定は、カディマや労働党による誤りを正したのだと述べた。その後も、クネセト議員として活動を続けている。2010年11月に2008年のガザ紛争の3に9歳のパレスチナ人の子供に爆発物が入っているかどうかを確かめさせるためにバッグを開けさせた、容疑で、 イスラエル国防軍の軍曹に軍事裁判で猶予付き判決が出たことについて、刑が軽すぎると批判、パレスチナの子供の生命が意味のないものというものだ。数百人のパレスチナの子供がイスラエル軍に殺されているのに、何らの罰も受けず、告発さえされていないのも驚くに値しないと述べた。2012年7月18日、クネセトの壇上で演説中に、 1990年に暗殺された極右政治家メールカハネの写真を取り出し、破り捨てて踏みつける行為をしたため、カハネ主義者のクネセト議員であるミハエル・ベン・アリーがこれに激高し、クネセト内が騒然となった。ありがとうございます。